投資の可能性を全ての人にこだまです。今日は銘柄検証リクエストということで、視聴者の方からいただいた質問にお答えしていきたいと思います。なかなか好評なこの企画、一部ピックアップしますと、200兆円を超える大口投資家がさらなる日本株買いということで、彼らが重点投資している大型銘柄、そして配当投資家にはありがたい累進配当銘柄なんですけども、注意しないといけない銘柄の特徴、大幅減配した4005住友化学なんですが、そこね反発の兆候があるかもしれない。配当利回り 6% 超えで毎月分配型 ETF の買い場、その他にもいただいている質問にお答えしたいと思います。一つだけお知らせで、こちらのチャンネルの公式 LINE がありまして、長期の高配当投資に必要な年に数度の暴落局面の見極め方、そしてですね、安く買って長期で利幅を伸ばす高配当株の狙い方について無料で講義動画をプレゼントしております。こちらもですね、 YouTube の動画と合わせてみてもらいますとより役立つかなと思いますので、動画がいいなと思ったらぜひ LINE の友達申請も概要欄のリンクの方からよろしくお願いします。それでは本題いきます。では、早速答えていきたいと思いますけども、自然な感じでいきましょうさんからですね、2060のフィードワンはいかがでしょうかということで、見ていきたいと思います。フィードワンは大手の配合飼料会社で、畜産飼料事業、牛、豚、鶏、魚、それに飼料や養蜂など畜産に関わる飼料全般を生産しています。取扱い高は国内2位、特にですね、豚と鶏に関しては国内トップクラスで、近年はクロマグロの完全養殖の出荷にグローバル展開も行っています。飼料のですね、市場規模自体はそんなに伸びてないんですけども、見ての通りフィードワンの出荷量自体は伸びていまして、飼料生産製造加工流通販売から一貫して製品提供しています。特にですね、海外の大豆やトウモロコシを原料に国内のですね、畜産物の飼料というのは作られてきたんですけども、それがですね、近年高騰している中で、毎日膨大にですね、かかる飼料代というのは畜産業者にとって死活問題になってきます。なんですよ、このフィードワンがですね、提供している配合飼料というのは、国内で発生するトウモロコシや魚粉、あとは食料品の副産物なんかで構成されてますんで、調達コストが安い、保存性も優れています。近年の原材料高には非常にありがたい、そんな存在でして、この通り売り上げも伸びてきています。しかもですね、高配当で割安、株価もですね、この通りね、上がってきているんですけども、それでも配当利回りは 3%、 PBR も1倍割れ、もともとですね、そこまで成長業界じゃなく、コロナショックでね、株価も一時600円台があったんですが、この通りね、大底から来ているような形です。売上がですね、伸びているのはもちろん、利益に関しましても昨年は落ち込んだんですが、価格転嫁もうまく進めまして、今年はですね、前年を大幅に上回る利益、そして配当金に関しましても、連続増配とはいけませんけども、少なくとも前年よりは配当を減らさない、そういった形で堅実に運営をしてきています。一方で今期のですね、増益にはエネルギーコストが一時期よりも落ち着いたというところ、あとはですね、畜産物高くなってますが、それでも需要自体はありますんで、畜産業者も値上げをしながら対応してきているような状況です。あとはそうですね、飼料事業とは言っても水産物から、鶏、牛、豚といった畜産物まで、分散されてますんで、例えば鶏卵が鳥インフルエンザ等でダメになっても、他のところでカバーできるように、事業としても安定性が、ね、あるかなと思います。しかも配合飼料に関しましては国の価格安定制度もありますね。ということで普通にね、面白い銘柄だなと思います。ただ時価総額がですね、300億円とかで、売買代金も1日1億円いきませんから、かなり小型ですね。それに加えて円安、コモディティ価格が上昇を続けるというところ、そうなってくるとコストの増加要因になりますんで、そこも投資のリスクとして考えたいところです。あとはですね、インドやベトナムで展開している海外事業をいかに広げられるか、ここがポイントかなと思います。とはいえ、もともとね、株価が割安で配当もね、問題なく出てますんで、昨今ねバリュー株人気もあって、注目してみても面白い銘柄かなと思います。ついで日本さんからで、ノルウェー政府も見逃せないよねというところで、この大口投資家大量売却動画についたコメントなんですけども、ノルウェー政府が保有するファンド、日本株をですね、大量に持ってます。これ現時点でのですね、保有株式数なんですけども、銘柄数にして138銘柄、時価総額は1兆8185億円、株主順位も平均で 7.7 位と、まさに海外の有力大口投資家、配当利回りも良くて、かつ株主順位ですと、例えば4376の工夫に関しては2位、代表的な大型株で見ても6501の日立、こちらは株主順位が4位、8088の岩谷産業も同じく株主順位4位で、大株主として君臨しています。このノルウェー政府の保有銘柄はね、注目した方がいいですね。運用資産は現在200兆円と言われていて、そのうちの約 10% が日本株。さらに最近のですね、ノルウェー政府のファンドのコメントを見ても、日本株はね、十分に調査されておらず、本当の価値を反映していないと、今も新たな運用者を探しているというのことで、さらなる日本株の投資に前向きです。ちょっとね、有料記事なので、あまり踏み込んだ内容はね、言えないんですけども、ただ代表的な大型銘柄じゃなく、幅広く投資をしていきたいと、コメントからはそんなスタンスが伺えます。なので、ノルウェー政府系のファンド、日本株の面を握る大口投資家の一つとして把握をしておくようにしましょう。男初来さんからですね、13日前ですけども、本日高騰した銀行株ですが、中でも8381の山陰合同銀行、
田舎の知人ながら累進配当を宣言しており注目します。いかがでしょうかとのことです。山陰合同銀行は島根県が地盤の地銀で、山陰地域、島根県、鳥取県では店舗数、預金数ではトップ。通常のですね、銀行業務でしかなく、地銀7校で構成される NTT データと連携した地銀共同センターにも参画していて、インターネットバンキングなどデジタル化を進めています。株価としてはですね、昨今の銀行株、地銀株高を受けて、この通り上昇、2年間で株価2倍以上ですね。配当利回りは 3.6%、PBR は 0.48 倍 で、ご質問にあった通り、累進配当政策を導入しており、これちょっとね、いつまでっていうのは読み取れなかったんですけども、配当成功を 40% 前後にして、配当の増配を行っていく。増配を続けますよというかは、基本的には減配をせずに、株主還元を強化するという方向で、地銀の中でも株主還元に積極的です。なので配当銘柄としては確かにね魅力的なんですけども、長期保有するかというとまたちょっと考えものですね。近年のですね、高金利や株高によって業績自体はですね少し上がってますが、そもそも人口減少地域で今後ですね加速化が進むのはもはや避けられないと。で実際に人員もですね減らしていて、生産性の向上のために、人員配置を変えて、付加価値の高い事業に、リソースを集中するような動きをしています。これ言ってしまえばですね、全体としては縮小していくんですけども、それによって利益を効率化しコストカットし、結果的に利益を残しているという形になります。なので数字上の利益は上がっていて確かに配当も出やすいんですが、長期的な株価でいうと利益は伸びにくいので、どっかでやっぱ頭打ちになってしまうんじゃないかなという懸念はありますね。実際この通りですね上がってはいるんですけども、そもそもですね今までが安すぎた。でさらに銀行株が買われていて配当政策の拡充もあって、その割安感でですね上がっているという側面も否定できないかなと。なのでね、まだまだ割安ですし、割安感からですね買いが入るかもしれないんですが、根本的な企業成長に伴う株価上昇ではないというところを意識した上で投資をする必要があるのかなと思います。続いて、サム銀行マンフリードさんからですね、目標ラインを厳しく取りすぎて買い場を逸する。これがね配当投資あるあるということで、これもですね考え方次第かなと思います。例えば今年ですね大きく上がった701の三菱重工、昨年振り返れば配当利回りもですね 3% 台後半、今増配してますんで、昨年の3000円ぐらいの株価で買っていれば利回りもですね 5、6% になりますし、今年もよく考えればですね4000円台とかもあって、それがですね半年以上も続いていたわけですから、その前のですね3000円ぐらいの株価を見てると、ここまで落ちたら買おうかなと思ってるうちにですねどんどん上がっていったという、そして買い場もなかなかなくてというそんな状況かなと思います。思いですねこういった力強いですね上昇した銘柄に関しては、特に大型株であれば大口資金が入っているので、一旦上がり出すとなかなか止まらないですね。なのでその時点で過去の安値で買おうとは思わずに、頭を切り替えて今の株価ラインから買いどころを探していく、そういったことが必要になります。そうなのでなるべくですね動いてない時期にいつ上がるか分かんないけども将来を見越して投資をしておく。待つ時間は長いですがそうするしかないですね。続いて KSH さんがですね、住友化学は配当12円は最低限出すような発言があったはずなので値下がりしてもいいやと思って400円来た時に5枚購入したので今含み益ですねと、そういったコメントもありまして、実際400円台割ってから回復して撮影日時点でもう418円、4005の住友化学、配当金はですね大幅減配しましたが、ただ現時点では確かにいい会話で、拾えた感じもします。このですね最低12円の配当を出すっていう、ちょっと情報ソースが私見当たらなかったんですけども、おそらく投資家の減配懸念をですね、まず止めたかったというところ、あとはこの通りですね市況的にも業績ですね、最悪期になっているんですが、逆に景気敏感株は確かにこういった時が後から見ると買い時だったということは結構あります。特に昨年ですね無敗に転落した3863の日本製紙も、7月にここですね、無敗転落して、株価落ちてるんですが、そこがですね逆に大底ポイントになって、その後この通り底値からですね 70% ほど上昇しています。昨年からの円安や日本株高はもちろんあったんですけども、得てしてですね最悪期が大底になるというパターンをこの住友化学にも期待したいところです。事業内容としましても、海外農薬や半導体材料、車載部品に医薬品部門など分散されていて、かつ競争力のある商品も多いです。その意味で今の状況はね良くないですけども、今後の動きと株価はですね将来の利益を示しますから、そういった動きと合わせて見ていきたいところです。あとはこの配当12円が最低限出す発言、これもし知ってる方がいたら教えてほしいですね。よろしくお願いします。続いてひとみさんから、日本株ではないですが PFF 解説していただけないでしょうかと。 PFF は米国のですね高配当 ETF で、 iShares 優先株式&インカム証券 ETF、 その名の通り米国の優先株式や証券を中心に組み入れをして、なんとですね毎月分配してくれる、経費率もそこまで高くなくて、株価に対する利回りも 6% ほどある、配当金生活をね考えてるんであれば、検討してみたい ETF の一つかなと思います。運用会社はブラックロック、運用元のですね心配はそこまでないかなと思うんですけども、この通りですね株価自体は下がっていまして、長期で見るとあんまり動かないですね。優先株式と、あとはですね優先証券といって、いわば株式と債券の機能をですね両取りした、定期的にクーポンがですね支払われる、そういうね証券を運用対象にして株価がですね構成されています。
なんでですね、結論としては株価あんまり動かない。ただし、まあ、金融危機やコロナショックなど金融市場全体のですね、信頼性が揺らぐような出来事が起こると、この通りですね、一気に暴落します。それまでもね、だいたい40ドルから30ドル台後半の株価だったんですけども、そこからですね、2020年の3月には 23.85 ドルまで下がりまして、キャピタルゲインをですね、得ようと思ったらここがですね、もう買い場だったと、まあ、そういった状況になります。まあ、最近では株高なんですが、逆にですね、金利が上がってますんで、それによってこの ETF の株価も下げず、配当こそね、毎月入るんですけども、特に値上がり益を狙いたい場合は、まあ、主力にはね、しづらいかなとは思います。まあ、戦略としては見ての通り、まあ、何年かにですね、一度起こる大暴落期。今年も3月の、ね、5月になりましたけども、もうそういった時期にですね、思い出したかのように買っておいて、まあ、あとは株価の値上がりとかはあんまり期待せずに、まあ、放置をしておく。まあ、そういったね、気楽さがね、あってもいいんじゃないかなと思います。運用資産自体は120億ドル。約ですね、1兆7000億円ほどありますんで、ファンドの規模としてはそこまで心配しなくていいかなと。まあ、ただ説明した通り、まあ、癖が、ね、ありますんで、まあ、そこを留意した上で投資を考えましょう。はい、小熊さんからですね、インペックスはどうですかとのことで、まあ、日本を代表するエネルギー会社である1605のインペックス。株価ね、この通り上がってるんですが、ただですね、まだ PBR 1倍割れ。配当利回りこそ 3% になりましたけども、まあ、原油価格の高騰と、まあ、それから積極的な株主還元策が交換されて、まあ、この通りですね、今年に入ってからも急上昇となっております。まあ、直近の株価でいうと、確かにですね、高値圏に来ているように感じるんですが、まあ、個人的にはですね、これもしかしたら、もう完全に推論ですけども、ウォーレン・バフェットが買ってる可能性もあるかなと思っている銘柄の一つです。バフェット氏がですね、もともと日本株に関心があるのはすでに周知の通りですが、すでに海外のですね、天然ガス会社であるオキシデンタルを大量にね、保有しているという点。まあ、それからですね、まあ、有名な投資哲学で、まあ、10年間仮に株市場が閉まっていたとしても、まあ、保有していたいと思える株、すなわちまあ存続性がある株ということですね。まあ、それに該当するということ。割安で高配当。まあ、さらにですね、政治的な対立から原油価格もですね、高止まりしていまして、まあ、この傾向、なかなか収まりそうにありません。まあ、特にですね、インフレ。まだまだ根強い中では、こういったコモディティに資金が向かいやすいという側面もあります。なのでね、直近のチャートで見ますと高値ではあるんですが、まあ意外とね、割安なんじゃないかって思っているところが正直あります。まあ、売買代金のですね、まあ、増減を見ても、まあ買われているのが顕著ですね。まあ注意点としては、やはりですね、原油価格に影響されるというところと、あとは今期に関して言えば、もともと減益予想だったところに、まあ想定以上の円安が来て、まあエネルギー価格も高止まって、まあ結果として利益予想を上回って上がってますんで、まあこれ以上の上積みがあるかというところは慎重に考えたいところです。なんで、まあ短期的なところよりも、当然ですね、円高やエネルギー価格の下落もあると思いますんで、まあそれも踏まえて、まあ数年スパンで考えてみるといいんじゃないかなと思いますね。次で、鬼さんがですね、9517の ELEX はどうでしょうか。国策銘柄で業績も年々伸ばしていますが、最近は短期の見通しが悪く、株価は下がりっぱなしです。指標的にはかなり割安ですし、配当もね、高いとは言いませんが、株主還元されている印象です。私が1000円台後半で高値掴みしたこともあり、今後展望が気になってますとのことです。9517の ELEX は独立系の新電力会社で、特にですね、自社でのバイオマス発電を中心に、電力小売、卸売り、燃料調達に電源開発を行っています。2013年にバイオマス発電所を稼働させ、2019年には東京電力と再生可能エネルギーの合弁会社を設立。2022年には水素発電も開始しています。ただですね、業績今足元では良くありません。まあ、特にですね、昨年から今年にかけて、まあ、バイオマス発電に必要なバイオマス燃料の高騰、さらに発電所の建設やその遅れに伴って、まあ、大幅減益となりまして、株価はですね、この通り急落しております。一時期ね、3000円超えていましたので、もう4分の1以下ということですね。確かにこれに止まって PBR は 0.76 倍、 PER10 倍、配当利回りも 2.82 倍と、株価市場的には安くてお得なように思います。まあ、ただ利益を伸ばせるような構造に現状なっていなくて、まあ、そこがですね、投資上の懸念点になるかなと思います。実際決算書を見ても、電力需要はですね、思いのほか伸びずに、まあ、収支が悪化していて、しかもですね、まあ、原油価格も上昇傾向ですから、まあ、その意味でコストがね、増加しやすい環境であるということ。先ほどのですね、住友化学みたいに、世界的なですね、製品がいくつもあって、大規模に事業展開できていれば、まあ、確かにですね、景気の回復に伴って、まあ、株価上昇もあるかもしれないんですけども、まあ、発電といってもわざわざね、バイオマスである必要はありませんし、まあ、その辺のですね、共有性を考えても結構厳しいですね。まあ、株価がですね、この通りもう底根付近まで来ているように見えて、指標で見て安かったとしても、投資は考えにくいです。配当金に関しても今のところですね、脱じられそうな感じはあるんですが、こういった状態がまあ続くようですと、まあ、配当のですね、減配だったりとか、まあ、そういったこともあるかもしれません。もちろんね、ここまでの話は私の視点でありますので、まあ、最悪期からもしかしたらね、底落ちするかもしれないんですけども、まあ、いずれにせよ、まあ、将来にあたって利益が出し続けられる、そして利益をね、成長させ続けられる構造になっているのか、まあ、その要素はあるのか、まあ、そういった点を考えながら、まあ、売買判断をしてもらうといいんじゃないかなと思います。
マコ05243から、私のですね動画について、まあ、自動車業界に、ね、厳しいお話がありましたが、私は自動車が発電して移動する機械と捉え直されたら、まあ、トヨタと日本のハイブリッドがテスラや BYD よりも再評価されてくる、まあ、そう思っていますのコメントです。これ特にね何かあるわけじゃないんですけども、このですね自動車を発電して移動する機械っていう、まあ、視点をね捉え直す、こういうのすごいいいなと思いまして、まあ、結局半導体とか、まあ、食品とか自動車とかってあくまで人の欲を満たすための手段であって、まあ、根本的な、まあ、移動だったりとか発電、まあ、そういった観点で見れば、まあ、自動車というですねものに対する、まあ、見方っていうのは変わってきます。なので、まあ、具体的にその業種で見るのもねもちろんいいんですけども、まあ、その株というか、まあ、会社がですね人の欲の何を満たしてるのか、まあ、それがね今後どうなっていくのか、増幅する余地があるのか、まあ、そういった観点って結構銘柄選びに重要ですね。なのであんまり私にはないあの観点だったので、まあ、参考になるなと思って取り上げさせていただきました。はい、では続いて、イヤさんからですね7995のバルカはいかがでしょうかと。バルカはですねシール製品のメーカーでして、まあ、シールといっても 2B 石油化学や製鉄エネルギープラント、さらには半導体製造装置の内部にある配管や機器を保護するシール、まあ、そういった製品を提供している大手メーカーです。まあ、例えばですね工場の配管とかで使われるシールってどの国でも一定期間、まあ、機器のメンテナンスや交換が発生しますんで、まあ、ストック的に確実にですね売り上げが発生するモデルです。しかも近年では半導体、そして半導体製造装置の需要が大幅に上がりまして、まあ、それに伴ってね株価もこの通り上昇、まあ、3年前からもほぼ3倍に、ね、なっています。まあ、近年はですね海外にも展開していまして、もともとは日本国内での石油プラントなど、まあ、そういったところに向けて製品を提供していたんですが、まあ、90年代から海外進出を始めて今ではアジア北米で売上の約4割を、ね、賄うように割合としても上昇しています。まあ、円安メリットであり、まあ、国内じゃなく海外の需要を、ね、取り込めるという点でもいいですね。配当利回りも 3.53% あって時価総額も795億円、配当金も2020年にちょこっと減配はしますけども、以降は増配、そして前年と同じ水準を維持していますので、まあ、株主還元の姿勢としても悪くないです。やはりですね、工業製品なので、まあ、半導体だったりとか、まあ、素材の市況の影響は受けるかなと思います。あと、売買代金もね、数億円規模なので、まあ、小さすぎることはないんですけども、まあ、やや値動きが不安定になりやすいというところ。まあ、ただ、裏を返せば時価総額小さいので、まあ、何かの弾みで大きく伸びるという、まあ、そんなポテンシャルもあります。まあ、結構ね上がりましたんで下がるときは逆にね半値以下にもなりますし、まあ気をつけたいところではありますけれども、まあ製品の競合優位性が続くか、そしてまあ半導体とか機械のですねまあ減速があって、でまあ株価にその下落が反映されて、まあそんな時期にまたね買いを考えてみても面白いかなと思います。マーキさんで良品計画決算で急騰したとなかなか2000を超えられないんですがどうでしょうかと。まあ6日前に来てたんですけども、7453の良品計画ギリギリ2000円超えられず1988円で9月10日ですね高値つけて、まあ、ただ高値圏でとどまってます。これ形としては悪くないですね。昨年は特にですね中国経済の減速やコスト高によってですね大きく株価としてもね下げていたんですが、まあ、ただ結果的に好決算もありこの通り急騰。日本国内ですと結構ですね、まあ、カジュアルな、まあ、ブランドや飲食店、まあ、そこがやっぱ値上げの影響があって、まあ、売り上げの停滞が続いているというふうに聞きますけども、まあこれですね2000円を超えるかどうかはともかくとして、まあ普通に優待目的で持ってみても面白いかなと思います。配当だけでも利回り 2% ありますし、ただこれ実際調べたんですけども毎年8月末もしくは2月末時点で100株保有している株主に対してあのお買い物の際にですね 5% 割引が適用されるその優待カードをもらえるみたいでして、まあ質問者さんがよく使うのか分かんないんですけども、まあ、日常的に買い物される方であればまあいいんじゃないかなと思います。まあ、中国市場のですね売り上げの割合が大きいのと、日本に関しても結構ですね旅行とかの大型消費で良品計画のような、まあ、日用品にこう近いような消費っていうのは、まあ、そこまで伸びない可能性もありますんで、まあ、そのあたり慎重にね動向を見ていきつつ、まあ、割り切って優待目的ってこともいいんじゃないかと思います。 TYX さんからですね、泉州電業なんてどうでしょうか、配当も傷つきに上げてますし今株価かなり下げてますしとのことで、私もね全然目つけなかったんですが9824の泉州電業、独立系のあの電線の総合商社でして、まあ、例えば電力会社や、まあ、送電網をですね扱う会社に、まあ、電線ケーブルを中心に、まあ、送電向けの周辺機器をですね5万点以上提供しています。取引先は半分以上が電力会社、海外もですね7社展開していまして、まあ、全国でね16カ所拠点があるそうなんですけども、まあ、何かですね送電線当然トラブルがあれば、まあ、影響がですね広範囲に当たりますので、まあ、常にですねこう部品を供給できるようにもう陰でインフラを支えてくれている会社になります。売上構成としましてはこのような形、まあ、近年はインフラの老朽化もありますし、まあ、水力や風力など発電所の新設も続いてますんで、まあ、そんなこともあり売上利益ともに増収増益、さらにね株主還元策としましても配当金をですね今期は30円増配して、さらに自社株買いと1年以上ですね100株保有していれば2000円のクオカードももらえます。株
株価はね、この通り今落ちてまして、まあ、これにはですね、まあ、9月の中旬に100万株程度の株式の売り出し、特に筆頭株主である SWCC が政策保有株式の見直しの動きが広がる中で、まあ、大幅にですね、保有割合を減らしたところから、まあ、この通りね、出来高が止まって、まあ、下落しているような状況です。まあ、それに合わせて、ね、自社株買いも発表しますので、まあ、株主還元はしていると言いつつ、まあ、この売り出しによる下落を、まあ、食い止める意味での自社株買いという、まあ、そんな見方もできます。まあ、ただ長期で見ればですね、この通り、ね、上がってきていまして、まあ、いい感じのチャートですよね。まあ、インフラ企業ですし、配当利回りも、ね、いいかなと思います。まあ、ただ心配なのは、まあ、そもそもですね、 SWCC が売り出しをしたというところ、まあ、だいぶ株価としても上がってきて、まあ、利益確定に走ったという側面も否めません。まあ、さらにですね、落ち着いてるようには、ね、一応見えるんですけども、泉州電業が扱う製品は銅線なので、まあ、原材料となる銅の価格が上がると、まあ、その分だけコスト増、もちろんですね、値上げもできるとは思いますが、まあ、急な、ね、価格転換はできませんので、まあ、そういったことがリスク要因となって下げている可能性はあるかなと思います。まあですね、過去5年の PBR で見ても、まあ、やや真ん中から上ぐらいなので、特別に安くもないですし、仮に PBR1 倍になろうとした場合は今から 16% の下落、株価にすると2700円ぐらいがラインになりますので、まあ、その辺まで見ても、ね、悪くはないかなというふうに思います。まあ、大株主の売り出しはちょっと心配ですけども、まあ、ただ中期の経営計画を見ても、まあ、順調に来ている、ね、様子でもありますし、まあ、設備投資や新規分野の開拓、まあ、さらに内部留保を活用した株主還元政策も積極的ですので、まあ、中長期的に買い場を、ね、探っていきたい銘柄かなと思います。ということで、いつもですね、コメントありがとうございます。今後もですね、折を見てコメント返し動画やっていきたいと思いますし、結構ですね、コメント欄でいい銘柄教えていただいて、私も関心銘柄リストに入れてるものもあったりしますんで、まあ、何か気になるものがあったり、ご質問等あればお気軽にですね、コメント等いただければ嬉しいです。最後にお知らせで、いつもお知らせするチャンネルの公式 LINE、長期で伸びる高配とかの見極め方と、まあ、さらにはですね、暴落局面を狙った売買ポイントの判断、YouTube では時間の都合上、なかなかですね、扱えないテーマなんかにも解説しています。もしまだね、これ見てない方がいらっしゃいましたら、概要欄のですね、リンクの方から LINE の友達申請よろしくお願いします。それからですね、本日の動画ですね、役に立ったなといいなと思った方、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録は継続的にね、追ってますし、スタッフ含めてモチベーションになりますんで、チャンネル登録していただけると嬉しいです。今後もですね、役に立つ動画をどんどん出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。